こちらは、えー、今年2016年の12月2日に、チェジュ島の風下でできたカルマン渦列です、えーと。こちらはですね、ひまわり8号の2.5分前の歌詞、えー、画像をアニメーションにしたものなんですけれども、見てください、こちら。うずうずしてます。見てわかる通り、いくつもカルマン渦列たちが、 出たり、消えたり。この辺、この辺、この辺。これ見てください、これ。ほら、ほらほら、この辺できてるできてる。渦ができてる。ぬるぬる動いてる様子がよくわかるわけですね。で、このカルマンズ列って潜水流の、まあ、流体力学でいわゆる説明できるような現象なんですけれども、まあ、渦は素敵だと。 ユタリ企画は素敵だと。そして何より、これを可視化している、普段見えない流れを可視化している雲って素敵だと思いませんか